ホームの京都サンガ SC は現在14位につけているんですが、残留争いに巻き込まれることなく一つでも上の順位を目指すためにも3試合ぶりに勝ち点3を積み上げたいホームゲームということになります。一方、前節首位神戸を撃破、ここ5試合4勝1分けと好調のサンフレッチェ広島、残り7試合で首位との勝ち点差は8です。勝ち点3が是が非でも欲しいアウェーゲームということになります。それではホームの京都サンガ SC のスタートと予想フォーメーションです。続いてサンフレッチェ広島のスタートと予想フォーメーションです。さあ山崎、ゴール前、原が走り込んでいる。原の前、シュートだ、福岡のボレーシュート、キーパーの大迫が抑えています。河村が激しく行く、加藤ムスボールを奪った、ビューラストフィル上がってきた、中野のシュートだ、わずかにポストの左、ここも前線からの激しい守備からでした。ですね、ここもセカンドボール、後ろから出てくる中野選手のスピードも速いですし、ここ最後シュートで終わってっていうところ、サイドチェンジを狙ったボール、こぼれたところ武田、ふわりと浮かした、豊川のボレー、こぼれたところシュートだー、わずかにポストの左、決定的でしたね。いやー、ここクリアボールを、相手のクリアボールを拾って武田選手がね、逆サイドの豊川選手に出して、まあ、これもオフサイドないですし、非常によく見てましたよね。ここ空間使いながら豊川選手もマイナスのクロスというところ落ち着いてましたし、まあ、最後はね、本当に決めるだけという、伊佐を縦につけて、入れ替わるような動き、原、原がカットインして、豊川落としてシュートだー、最後福岡新平。いや、ここね、武田選手の縦パスから、ここうまくサポートして、原選手がね、中にカットインしながら、ここ横パスで豊川選手が、ね、落とした、この落としのボール、少しね、少し後ろでしたかね、まあ、ちょっと早すぎたのかなというボールは、はい、のちだ、まあ、この辺の、ね、前に運ぶっていう力がうまさありますよね、はい、シュータにスルーパス、ピエロス、水谷出たシュートだ、うん、クソンユン、ここはクソンユンよく止めました、まあ、マルコス選手なんかね、空いてるスペースという空間見つけるのうまいですからね、はい、山崎競り勝ってこぼれたところ、待て、豊川だ、豊川決めました、ホームの京都サンガ先制、豊川左足一閃、11試合ぶり今シーズン6点目、豊川が決めました、ホームの京都サンガ先制です。いやー、素晴らしい、ここもね、スローインからなんですよね、まあ、ここ山崎選手がうまく駆け引きしながら抜け出してっていうところ、まあ、ここ中切り込んでね、もう原選手がニアで潰れたことによって相手のクリアボールから拾って、この豊川選手の左足ですから、一連のこのね、スローインからでしたけども、速さもありましたし、でここニアに飛び込んでいった原選手がいたから、ここにこぼれたっていうところ、そこのこぼれ球に対して反応する豊川選手の抑えの効いた非常に素晴らしいゴールでしたね。はい、がつく左サイド、シチクロスが入る、加藤ムスキが飛び込んでいました、ミッチだ、高いボール上げてきました、マルコスジュニオール、キックエンドからシュートだ、ここは一つテクニックを見せましたマルコスジュニオール、荒木、原が行きます、エゼキエ、ピッチ中央、トラップから一気に前線、裏を狙ったボール、
マルコスジュニオールにつながった、クロスが入る、ドーグラス・ビレイラだ。ヒールショットを見せましたドーグラス・ビレイラ。そして三沢がこのボランチといいますか中盤の底のようなところにポジショニングを取っています。シダ、シルシュートだ、サイドネット。よりこう前線から、ね、こう下がるのではなくて前に前にっていうところのディフェンス圧力をかけながらっていうところを狙ってると思います、はい、原太一だ、シュートだ。左足振り抜いていきましたが枠を捉えることはできませんでした。 3-4-3 のような形にはしてますし、そこの中で中央でどう崩していくのか広島は。加藤睦希落とした、エゼキエウ、加藤睦希、マルコス・ジュニオール落としてドーグラス・ビレイラ。シが行った、ニア狙ってきましたね、はい、先制ゴールの豊川ベンチを飛び出して声を張り上げます。そしてここで試合終了の長い笛です。京都さんが勝ち切りました。豊川の先制ゴール、1点を守り切りました京都さんが FC、 1対0サンフレッチェ広島を破りました。ホームで貴重な3試合ぶりの勝ち点3を手にしました。